ほい。普通の包丁です。研いだことがない包丁です。かけかけかけ。かけが3、4箇所。こっち側はなんか研ごうとした痕跡が見られます。何かに当てたなっていう。こんなもんじゃ取れませんぜ。はい、じゃあ研いでいきます。いつものように研いでいきます。かけをまずなくします。このかけかけかけを張り切していきます。アルト君220番。もうちょい。おお、やべえ、割れてました。言っとこう。びっくりした。縦にひびが入ってます。歯切れしとる。はい、かけはなくなったね。なくなったね。ないね。 OK。はい、それでは厚みを抜いていきます。すげー、やべえ。2、3箇所、2箇所だけか。すげー、割れとる。よーえー、なんだこいつは。はい、こんな感じで、まあ新戸の成形は終わりましたが、この割れがすげえ、やべえ。アラトです。アラトじゃない、400番です。400番はこんな感じ。やべえやべえやべえでござんす。まあ刀でこういう歯切れがあるともう廃棄するしかないんですが、包丁はね、多分人殺しに使うわけじゃないんでですね、まあ使えんことはないかと思いますが、はい、完成です。できました。できましたが、割れちょりやす。ガビーン、割れております。かぼちゃかなんかに刺した状態でこじったとか、なんかそんなことでしょうかね。よっぽどのことしないとなかなかこんなところ縦に割れないですよ。どこの包丁か知りませんけど、安物とかそういう次元の話じゃないですね。使い方の問題だと思います。先も派手にかけてましたし、なんかラフな扱い方をされてたんじゃないかなと。切れない包丁は結構まあそういう風にですね、ラフに扱っちゃうんで、やっぱり切れる状態にして、でおとなしく丁寧に
軽い力で使ってあげましょう。完成です。